まさに国家的な最優先課題であるということが、まあ、明確になったと。このところの拡大計画から見て、感染拡大警戒地域に、まあ、近づきつつあると言っているのではないかというふうにも言われておるわけでありまして、一段と対策を強化する必要があるのではないかというふうに思っております。岐阜県は緊急事態宣言の対象地域に指定されていませんが、対策を強化したいとしています。岐阜県では今日新たに10人の感染が確認されています。